はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということで、1613年の禁教令ということになります。はい、1613年の禁教令ということになるわけなんですけど、こちらは全国に拡大していきます。はい、全国に拡大するというのは、もうちょっとキリスト教なんか幕府を全く敬わないからダメっつって、もう全部禁教しますっていうことになってきます。ですが、貿易が要するに止まってないので、結局入ってきちゃうんですよ。いくつか入ってきちゃうということになるんで、じゃあこの入ってくるのを阻止するためにはどうすればいいんだろうということが、まあ要するに大事になってくるということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。